この技は左手で抜くという技で左手抜きと称します。これは諸祖関口行で内神奈川今川義元公の妹の子で今川義元公の馬回りを捨てるわけで右手で手綱を取っているわけです。で敵に奇襲された場合に手綱を離さないで御殿を守るために左手抜いてで切り落とすという技でございます。これは戦国時代の最たる側近中の中心の技ということになります。